印鋼、貸し出し実施には条件、審査があります。僕は島がおむすびの形をしているので食べるものもいっぱいあると思って与論島に来ました。こんな青い海は僕は初めてだな。こんな砂も僕は初めてだな。本当に綺麗だな。何してるのかな。何してたのかな。魚を取ってたんだよ。何投げてたんだ。石だよ。石投げるとお魚が取れるのかな。そうだよ。じゃあ僕もやってみようかな。面白そうだね。あ、ここにあった。取れた。いや、やっぱり取れるんだね。これ、俺がさっき取ったやつだよ。はい、僕は山下清と言います。僕は大地だよ。よろしく。僕はお腹の中に大きな虫がいて、時々グリグリグリって鳴くんだな。お腹すいた。ちょっとこれ持ってて。はい。サトウキビって言うんだ。サトウキビっていうのか。こうやって食べるんだよ。甘いよな。でも同じキビならキビ団子の方が腹の足しになるんだな。これじゃ腹の虫が収まらないな。情けねえな、おじさん。今夜うちに泊めてやってもいいんだぜ。町の旅館は高いしよ。1泊100円。いや、50円でいいや。50円か。それなら あるかもな。30円しかないんだな。あとは足りない分、僕は一生懸命働くからと止めてください。しょうがねえな。夏の夕焼け佇む
ホタルのお尻に火をかしに、ちょっと待って空で待っている。誰もいないんだな。お父さんやお母さんはどこ行ったんだ。そんなのいねえよ。母ちゃんはとっくに死んじまったし、父ちゃんは鹿児島に出稼ぎに行ってる。あれ、米がねえや。何、ここ米がない。これだけじゃおむすびは できないな。こんにちは。あ、お姉ちゃん元気でやってる。僕は山下清と言います。どうぞよろしく。私、原島涼子です。校長先生のお嬢さんだよ。太一君、今日また学校サボったでしょ。うん、ちょっと忙しくてね。ダメよ、ちゃんと行かなきゃ。ね、雅子さん、時々帰ってくるの？雅子さんって誰かな？太一君のお姉さん。そう、忙しくてなかなか帰ってこれないのね。姉ちゃん、帰ってこなくたっていいんだ。俺一人で頑張るよ。僕はお腹が空いて死にそうなんだな。太一君のお家にはお米がなくて おむすびができないんだ。ああ、じゃあ後で私の家に来てみんなで一緒に食べない？うんとごちそうしてあげるわよ。うんとごちそうよりも僕はおむすびがいいんだ。遅いな。どうしたのかな。なんでそんな勝手な真似をしたんだ。え、太一を不憫に思う気持ちはわしも同じだ。だが校長である以上、あの子だけを特別扱いするわけにはいかんぐらいわかるだろう。でも、これはおかわりもありますか。あるわよ。太一、食べたらさっさと出てくんだぞ。はーい。君は何者なんだ。はい、僕は山下清と言います。僕は東京の浅草で生まれました。で、小さい時分にお父さんもお母さんも早く死んじまって、3つの時からルンペンをしていて、つらいつらい毎日を過ごしてきました。終わり、いただきます。太一君、最近お父さんから手紙来た？うん、一昨日来たよ。そう、よかったわね。太一君のお父さん漁師なんだけど、買ったばかりの船が転覆してしまって、借金を返すために半年前から鹿児島で働いてるの。そうか。雅子さんも昼間はサトウキビ畑で手伝い、夜は住み込みでバーで働いてるの。じゃあ太一君は僕と似ているんだね。で、手紙に何て書いてあったんだ。太一、みんなに迷惑をかけるなって、それから勉強も頑張れって。そうか。お父さんの期待に背かないように、二度と学校をサボったり遅刻したりするんじゃないぞ。でも朝眠くて起きられねえんだよ。眠いのは精神が足るんでしょうか。だこんなこっちゃ立派な大人にはなれんぞ。眠いのを我慢すれば立派な大人になれるっていうのはおかしいんじゃないか。何？寝る子は育つっていうんだな。寝た方が立派な大人になれるんじゃないかな。バカモン！いいか太一、お父さんは島を離れるとき、お前のことをくれぐれもよろしくとわしに頼んでいった。新生はもうすぐ学校を辞める。それまでお前がちゃんとしなければお父さんに顔向けができん。わかるな。わかってるよ、そんなこと。ごちそうさま。太一くん、
帰り。うん。姉ちゃん。どこ行っとったんか。ちょっとな。姉ちゃん何しに来たん。心配で様子見に来た。お米持ってきた。働きすぎて体壊すなよ。パン方、うん、僕はパンより ご飯の方が好きなんだけど。いえ、バカっていう意味なんです。誰この人。イソロだよ。僕はイソロって名前じゃねえんだ。キヨシって言うんだ。姉ちゃん仕事の時間だろ。行けよ。タイチちゃんとご飯食べてる。お金置いてこっか。大丈夫だってば。分かった。じゃあ行ってくる。あれはタイチ君のお姉ちゃんなのかな。うん。何ボケっとしてんだよ。やることが山ほどあるんだぞ。はい、水汲みに部屋掃除に網の繕いもしなくちゃいけねえんだからな。もうダメだ。変わってください。だらしがないな。何やってんだよおじいさん。どんどん君入れてよ。はい。でしょうか。太一は投稿してきたか。実はまだなんです。何。どうして太一君はみんなと仲良くしないんだ。だってこいつ乱暴なんだもん。手がいつ乱暴したよ。してるじゃない。お前たちがいつも父ちゃんにベタベタして見てられねえんだよ。いつベタベタしたよ。俺なんか学校から帰るとすぐ君畑手伝されるんだぞ。私なんか赤ちゃんの森よ。大変なんだな。ああ一度でいいから東京行ってビルジングのてっぺんまで上がりたいな。俺ビフテキ食べたい。いつも魚と芋でうんざりだよ。
何を夢みたいなこと言ってるんだよ。そうだ、みんなで夢の国を作ろうかな。夢の国？うん、みんなのお父さんやお母さんと仲良くできて、どんな夢でも叶えられる夢の国なんだな。わあ、面白そう。やろうやろう。やろうやろう。やろうやろう。やろう。みんな学校行かないで何やってるの？お姉ちゃん、お姉ちゃんも手伝って。みんなで夢の国を作るの。夢の国？うん。私たち教会できた。俺たちだってお城ができたぞ。これがお城のてっぺんなんだ。うん、これが夢の国のお城だな。この国の王様は僕だ。星の形をした砂は何かな？それは星砂といって、この砂浜にたくさん落ちてるわ。そうか。これはきっと子供たちが作った夢の国に幸せをあげようってお星様がここ撒いてくれたんじゃないかな。そうだ、いいこと思いついた。夢の国の誕生祝ってパーティーやらないか、今夜俺の家で。なあ、みんなやろう、みんなやろう、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 やろう。これでみんなと仲良くなれてよかったな。こら、お前たち何やってるんだ。いや、待って、おい、陽子、ごめんなさい。遊ぼうって言ったのは僕なので、みんなを怒らないでください。大人が二人も揃って。お前は後で私の家へ行きなさい。はい、陽子、行こう。おお、来たな。あそこの白いを取れ。僕はチャンバルごっこは好きじゃないんだけどな。お父さん、あんまり無茶しないで。お前は黙ってください。さあ、どっからでもかかってきなさい。お前のその腐った根性を叩き伸ばしてやる。僕はどこも腐っちゃいないけど。問答無用だ。かかってこなければそっちから行くぞ。やめておとうさん。相変わらずお元気ですな。あ、そうそう、あの校長先生にぜひご相談があって伺ったんですが。それで何だね、君は。ごってなさい。いや、あの校長は定年退職した後、ご自分の土地に剣道の道場を建てて子供たちを指導したいとおっしゃってましたな。うん、島の将来を背負って立つわらびたちにとっては大変結構なお考えだと思います。そこでその道場の建設費を
村長自ら村議会に提案しようとおっしゃっているのです。いやいや、交換条件というわけではないんですが、3ヶ月後に控えた村長選挙で校長にぜひ私の応援をお願いしたいと。何？島民の尊敬する校長先生が村長の応援にすれば、村長は再選間違いなし、本官は大賛成です。いやいや、すぐに返事をしてくれとは申しませんので、よくお考え願って。いや本当に、よういつ見ても立派なお庭でやすな。いや、じゃあどう、式、俗物んな。あの男はどこへ逃げる。さあ、準備できたわよ。やろうやろう。やろうやろう。じゃあ、太一との仲直りと夢の国の誕生祝って乾杯しよう。しよう。しよう、しよう。じゃあ、砂糖水で乾杯。乾杯。みんなにあげたいものがあるんだ。これはね、はい、僕が作ったんだ。王子様、これをお祈りするとね、夢の国でお父さんお母さんと幸せになれるんだな。うん、お祈りするといいんだ。太一君はもうお祈りしなくてもいいんだ。もう叶ったんだから。太一君のお父さんが帰ってくるまで僕がお父さんの代わりだね。おじさん、変なお父さんだな。歌おう。うちじゃ勝利じゃ勝利、マクトゥうちじゃ勝利、マクトゥうちじゃ勝利、さよさヌパジーカチュマ、ヌパジーカチュマ。みんなが二人に見えてきたな。うつる島や、いにくさやしや、なびむすくなかに、さやさぐくぬるたまる、ぐくぬるたまる。裸の王様だ。勝利じゃ勝利、なくすうちじゃ勝利。お客さん飲まない？ねえ。あんまり飲まねえ方がいいよ。分かってる。分かってるけど、どうしても寂しい時ってあるのよね。そうか。さあ、そろそろ帰るか。お客さん、これ多すぎるよ。新しい服でも買いな。子供たちがいなくなっただ。子供たちが、うん、夜食事した後出て行ったきり帰ってこないんですよ。まさか太一のうちじゃ。何？一体何があったんだ。なんだこの匂いは。あのね、みんなでパーティーやってたんだな。パーティー？あんた子供たちをそそのかして酒を飲ませてどんちゃん騒ぎする。それがいい年をした大人のすることか。そうか。おじさんはそそのかしてなんかねえよ。じゃあ裏がそそのかしたんだな。違うよ、みんなでやろうって決めたんだ。嘘つき。災難かかっくらいやがって。そんなことをするのは太一しかいねえ。そうだな。ああそうだな。はげえ正直にこのクソわらびに。やめなさい、やめなさい。ここは私に任せて。そうはいかねえな。いい機会だから言わせてもらうが、太一のために村中がどっだけ迷惑してるか。悪さばかりしよって。太一ばかりでねえよ、姉の雅子も性悪女だ。姉ちゃんの悪口言うな。そうだ、悪口言うな。お姉さんは太一君を悪い子だなんて思ってないわ。雅子さんだって皆さん少し
大人げないと思わないんですか。そんなことはねえ。このままにしといたらうちの子供たちも悪い影響を受けるだ。仕事の手伝いもしなくなるだ。そのとん、これは有識時代ですぞ。村民の政治を預かる村長として見逃すわけにはいかない。早速直ちにですな、調査委員会を開くべきだ。さすが村長。委員会にかけるといっても、ここにいる得体の知れない不老者をかけるのだ。さすが村長。何、島の風紀を乱す不定の輩をこのまま見過ごしておくわけにはいかん。たとえ選挙が近づいても、私はこの問題が解決するまでは絶対にもう選挙運動など妄想する気はありませんからな。村長大丈夫ですよ。今度の選挙もノル村長に投票します。守る。ああ、そうだ、いちいちうなずくな。お父さん。山下清と言ったな。お前は一体この与論島に何しに来たんだ。ああ、はい、僕はずっと旅をしてるんだな。お金がないんで歩くんだな。だ、歩くとお腹がすくんだ。で、お母さんがもうじき死ぬっていう時に僕を呼んで、清や母さんが死んだらば お前はなるべく田舎へ行って親切な人におむすびをもらって食べていきなさいって言ったの。だから僕はおむすびをもらいながら旅をしているんだな。終わり。嘘をつくと偽証罪で牢屋へ放り込むぞ。僕はあの牢屋は嫌いなので勘弁してください。牢屋なんぞに入れやせんからちゃんと答えなさい。なんであんな騒ぎを起こしたんだ。みんなで夢の国を作ることにしたんだな。で、そのお祝いをしてたんだな。夢の国？なんでそんな夢の国なんて考えたんだ。太一君はお父さんがいないので朝早くから漁に出たり、他の子供たちもきび畑を手伝わされたりして とっても大変なんだな。太一君は お父さんに早く会いたいし、他の子供たちもお父さんやお母さんと楽しく遊びたいんだな。で、それが夢の国なら できるんだな。だが清、それがこの島の現実なんだよ。わらびたちの子供たちの手伝いも大切なんだよ。手伝いが大切なら、どうしてもっと子供たちを大切にしてやらないのかな。大人たちはみんな自分のことばかり考えてるんだ。で、村長さんは選挙で一等になることばかり考えてんだな。で、校長先生は定年になった後のことばかり考えて、お嬢さんのこと考えてないな。でも口では子供を大切にしているって言うんだけど、子供たちは誰も親に大切にされてるとは言ってないんだな。やっぱりそんなことはない。大人たちは子供たちの将来、島の将来をちゃんと考えてる。だから子供たちの精神を鍛え、我慢強い人間になってもらう必要がある。わかるな。でも僕はお腹が空いたらば我慢できないな。で、我慢すると死ぬんだな。何？それでは、さあ参りましょう。参りましょう。清志。校長先生、おじさんどうなるんだよ。なんだお前たちまた学校へ戻ってなかったのか。どうなるんだよ。どうなるんだよ。清志には今日中に島を出てもらう。ねえ、おじちゃん帰って。やだ、帰って。帰さないで。清志さんはただお父さんやお母さんと一緒に遊べるようにって頼んだだけじゃない。それがどうしていけないの。お父さんは子供たちの心が全然分かってないんだわ。何？どうして清さんが子供たちに好かれるかお父さん考えたことあるの。清さんは子供たちと同じような心を持ってるの。優しくて思いやりがいっぱいあって、だから子供たちと一緒に喜んだり悲しむことができるんだわ。でもお父さんは大人の考えを押し付けるだけじゃない。お前は黙ってなさい。清、今日中に島を出るんだ。いいな。出ないと駐在がお前を逮捕すると言ってる。そんな思いをさせたくないんだ。校長いや、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 校
部学校へ帰るんだ。おじさん、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 おここにいることないよ。あと姉ちゃん頑張るから行っといで。太一君よかったな。だったら俺の船で連れてってやるよ。あんた、実を言うとな、俺あんたらの親父さんに頼まれてきたんだ。鹿児島でちょっとしたことで親父さんと知り合ってな、俺の漁船が用があって夜へ立ち寄るって聞いたら、あんたらの様子見てきてほしいって。本当？父ちゃん元気ですか？ああ、船は明日の朝に出る。姉ちゃん、よかったね太一。すぐ用意しな。そうはいかん。なんでいけねえんだ。子供が親に会いたいのは当たり前なんだな。だから校長先生、行かしてやってください。太一が行ったところで一生懸命働いてるお父さんの足手まといになるだけだ。俺足手まといになんかなんねえよ。手伝いもちゃんとするし。よく考えるんだ太一。お父さんは政子とお前を残して身を切られるような思いでこの島を離れていったんだ。それなのにお前が会いに行ったらお父さんの気持ちがくじけてしまうじゃないか。いやだ、俺父ちゃんに会いてよ。姉ちゃん、どうすればいいのかな。こういう場合は どうすればいいのかな。大地、我慢するんだ。やだ、俺 お父さんに会いに行くんだ。お父さんはな、必ずお金を持って戻ってくる。それまで我慢するんだ。やだ、父ちゃんになんだ。大地、校長先生なんか大嫌いだ。我慢するんだ大地。大地、やだ、絶対に父ちゃんになんだ。我慢するんだよ。我慢せよ。我慢するんだ。行くんだ、絶対に行くんだ。昔々与論という島に小さな男の子がいました。海で お父さんとはぐれてしまったので、男の子は お星様に乗ってお父さんを探しました。お星様の光でお父さんが見つかったので、二人は とっても喜びました。お星様も喜んで この島にたくさんの流れ星を落としました。それが星綱になったんだな、うん、僕の話は幼稚かな。やっぱり学園というところにいました。その学園の先生が言ったんだな、 お前の絵はまずいけど裸の心で描いてるからいいって。 お前は服を着ても裸の大将だって言ったな。先生も校長先生で一番偉いんだから大将だなと、僕と同じなんだな。ということはやっぱり裸の心があると思うんだ。
太一君と お父さんを会わせてあげてください。ダメだ。でもこのままじゃ かわいそうすぎるから、太一君とお父さん会わせてあげてくださいよ。お願いします。ますからお願いします。しつこい。裸の心か。きよしさん、ダメだったな。僕は明日の朝船員さんの船に乗って島を出るんだな。もしもし、33番から看護馬、看護師島。バカ、父ちゃんの代わりをしてくれるって言ったじゃないか。どうして言っちゃったんだよ。どうした太一。姉ちゃん、校長がおじさんを島から追い出したんだ。校長先生が？どうしてかな。どうしてかな。ほら見てごらん。父ちゃん、いや行ってくる。お父さん。あ、最後なんだから元気よくね。うん、行ってらっしゃい。ああ、よしさん。太一君、起きるんだ。太一君。おじさん。すぐ港へ行くんだ。お父さんが帰ってきたんだ。お父さん港に帰ってきたって。父ちゃん、父ちゃん。大地、大地、元気だったか。父ちゃん。まさこ、
元気だったか。実はな、お前たちが辛い思いしてるってこの人に聞いて、父ちゃん、どこにもとりあえず帰ってきたんだ。父ちゃん、もうどこにも行っちゃダメだよ。父ちゃん、私頑張ったからね。うんと頑張ったからね。よかったな、みんな会えてよかったんだな、うん、そうだ、校長先生ともお礼に行かなければ。あんなやつ大嫌いだ。太一君、それは違うな。この人が来る前に校長先生から電話があって、すぐに帰ってくるようにって言われたんだ。校長先生は島に帰ってきても仕事がなければ何もならん。だから道場にするつもりでいた土地貸すから、そこを切り畑して暮らし立てたらどうだとおっしゃってくださったんだ。校長先生は本当にいい人なんだな。うん。先生、ありがとうございます。新吉さん。校長先生、校長先生、清さんから話を聞いてやってきました。やっぱりあなたは日本一の校長先生です。校長先生、ありがとう。今まで鬼だなんて言ってごめんなさい。ごめんなさい。これで心置きなく学校を去っていかれます。ありがとう。ありがとうございました。あげたいんだな、うん、この素晴らしい島にお星様が いくつもいくつも小さな星を落としてくれたんだな。それが星砂になったんだな、うん、これは綺麗だ。どうもありがとう。さすがに違うな。やっぱり偉い絵描きさんの描く絵は。偉い絵描きさん、なんだお前。これはみんなてっきり知ってるもんだと思ってたよ。この人は有名な放浪画家の山下清先生だよ。本当かや。カゴンまで仕事を片付けたらじきに戻るから、それまでの辛抱だぞ太一。雅子。父ちゃん、姉ちゃんの面倒は俺が見るから心配すんなって。よしさん。はい。私もこれからあんたと同じように裸の心でやってきますよ。校長先生、僕は嬉しいな。みんな、清さんからもらった星砂持ってるな。はい。清さん、元気で。ありがとう。みんなも元気でな。はい。頑張ってな。気をつけてね、父ちゃん。行ってくるね、父ちゃん。明日、先生。お元気で。さよなら。ありがとう、お疲れ様。
3月のホームドラマチャンネルでは旅立ちの季節に送る学園ドラマ4作品をお届けします。この子たちがバンドを作ること先生にも認めてほしいんです。荻野目洋子がロック歌手を夢見る教育実習生に扮したマドンナ先生はロックンローラー。あなたの居場所はちゃんとここにあるわ。中退不登校の生徒と向き合う感動の実話をドラマ化。桜井幸子主演学校の挑戦。お前本当に卒業する気があんのか。一人の問題児をめぐって教師の本音と建前をリアルに描き出した落第判定会議。文句を言わない厳格な女教師が恋する熱血教師に変身。冷血女教師の熱血修学旅行。学園ドラマ特集、爽やかな感動を送ります。名作を文庫で読み直すようにもう一度懐かしく再会したい映画もある。松竹映画終作戦。これまで松竹が制作した数々の映画の中から終作名作のきらめきを放つ作品を選んでお届けします。謎の連続殺人、影に秘められた2億円のダイヤ。君はこのルパンを忘れるはずがない。怪盗アルセーヌ・ルパンの登場に色めき立つ捜査陣。恋と宝石をめぐるサスペンス巨編、顔のない男。有楽町の小さなバー、常連客たちはお互い自分のために看板娘の雅子を利用しようと画策する。これで俺のありがたみは初めて分かったろ。カジオ人の持つ欲を赤裸々に描いた風刺喜劇、有楽町ゼロ番地。大人たちの手により歪められていく売れないバンドマンの淡い恋。やっと自分の腕を生かす仕事が見つかった時に僕に諦めろって言ってるの。青春の限りと恋のエネルギーを名曲に乗せて送る篠田正宏監督デビュー作、恋の片道切符。可愛いね。マリリン・モンローに似たスタイルで売れっ子モデルとなるイチコ。堅くなにヌードを断る彼女であったが、若き女性のむき出しの心を描くモンローのような女。道代の目から光を奪った忌まわしい事件。花松は道代に自分の妹の姿を重ね次第に心を通わせてゆく。あと一人殺すのになんとも思っちゃいねえぜ。竹下恵子主演のラブサスペンス、雨の巡り合い。名前とは裏腹な夢見通りの住人たち。どうしようもないお人よしと肉屋の元ヤクザが同じ女性に恋をした。わしらみっちゃんに悪さするつもりなんか全然なかったんや。宮本照の原作を森崎東監督が映画化したヒューマンコメディー、夢見通りの人々。その他テレビ初放送、宇野重吉監督作品真夜中の顔もお届け。松竹映画終作戦、この機会をお見逃しなく。衛星劇場のお申し込みお問い合わせはご覧のところまで。
クティブがお求めやすくなりました。繊細な日本人のお肌に合わせて作られたプロアクティブ独自のニキビケアシステム。プロアクティブは有用成分サリチル酸がニキビを引き起こすアクネ菌などを殺菌し、肌を清潔に保ちます。さらに古くなった角質を取り、肌のキメを整え、たっぷり潤いを与えます。しっかりお肌を保護し、ニキビのできにくい肌を作るのです。プロアクティブは男性でも女性でもオイリー肌でも乾燥肌でも使える総合ニキビケアシステム。もちろんいろいろなタイプのニキビにお使いいただけます。もう一言で言うと本当に嬉しいです。もうなきゃ困る存在ですね。自分に自信がなかったのもありますけど、本当に自分がこんなお肌が綺麗になるなんて思ってなかったです。プロアクティブを使って綺麗になったので、あ、コマーシャル言ってること本当だって思いましたね。プロアクティブであなたもクリアな肌になってみませんか。プロアクティブは売り上げシェアでニキビケア部門のダブルナンバーワン、日本でリピーター続出のニキビケアなのです。プロアクティブの使い方はとても簡単。ワン、ツー、スリーの3分間3ステップです。ステップ1、薬用リニューウィングクレンザー。汚れや皮脂、古い角質をしっかり落とします。主成分のサリチル酸がニキビを引き起こすアクネ菌などを殺菌して、常に清潔に保ちます。スクラブが入ってるので、角質もやっぱり落としてくれると思うので、もうさっぱりして気持ちいいです。ステップ2は薬用リバイタライジングトナー。ノンアルコールタイプの化粧水でお肌のキメを整えます。清潔で健やかな肌へ。化粧水を使うと最初はしっとりするんですけれども、時間が経つともちもちするので、それが気持ちよくて。ステップ3は薬用リペアリングトリートメント。日中の刺激からお肌を守り、ニキビができるのを予防します。4人のうち3人の方がリペアリングトリートメントの良さを実感。さらに 80% の方が保湿力を実感、 95% の方が伸びの良さを実感しています。男性ということですけれども、化粧品は使ったことはなかったんですけれども、まあ、これはすごく使いやすくて、すごい肌によく馴染んで、自分に合ってるなっていうふうに思いましたね。あなたもしつこいニキビでお悩みではありませんか。プロアクティブならそんなしつこいニキビにもじっくり試せるように60日間返金保証中。60日間使ってもしもご満足できなければご返品ください。たとえ商品を全部使い切った状態でも商品代金は全額お返しします。初めてご注文の方全員に夜用クリームをプレゼント。お休み前の潤いケアにベタつかず潤いをキープ。3分間3ステップニキビケアのプロアクティブをみんなにも試してほしいから、サンキュープライスの3900円、しかも素敵なプレゼントもついてくる。お問い合わせは 0120-739-739、 まずはお電話を。このチャンスをお見逃しなく。プロアクティブで検索。普通のノコギリは木にしか使用できないし、ペラペラして先に進まなかったり、無理して使うと刃こぼれなんてことも。しかしもう大丈夫。世界41カ国で累計販売数220万セットを誇る大ヒット商品がさらにお得なセットになって新登場。ノコギリの常識を変えるものすごいノコギリ、マジックソーのご紹介です。木材はもちろん、青竹も塩ビパイプも鉄製のボルトも、どうですかこの切れ味。ご覧ください、刃を取り替えずに木材と金属をいっぺんに切れちゃう優れもの。材質はダイヤモンドと同じ炭素を特殊加工したハイカーボンスチール。
強い硬度と優れた耐久性を持つ素材を使用し、刃をギリギリまで薄く作ることで切る時の摩擦を軽減。ですから少ない力でも楽に切れるんです。軽く切れるので良かったです。柔らかく切れますね。マジックソーの刃は折りにくく柔軟性に優れているので、こんなことをしても大丈夫。その上驚きの耐久性、こんなにたくさんの釘を連続で切れるんです。3方向に取り付けが可能なので利き手関係なくご使用いただけますし、曲線切りができるのでいろいろな形に切ることができます。大きいものを切るときは平の小刃、カッターやハサミじゃ切りづらい分厚い段ボールも楽々切れて、こんなにコンパクト。360度どの方向にも切れるダイヤモンド刃を使えば、タイルやレンガも面白いように切れます。これはすごい。子供がタイル切ったのはでもすごいですね。先端に搭載されたタングステンローラーはガラスを切るのにとっても便利。ストレートカットはもちろん、カービングカットも自由自在。分厚いタイルもさっと引っ掻くだけでこの切れ味。これは切れやすいですね。切れやすい。さらにダイヤモンドシャープナーを使えば切れ味の鈍ったハサミや包丁も研げるので、奥様も大喜び。カーペットやすだれなどの長いものから椅子やテーブルなどの古くなった家具や邪魔になってきた生活用品、いらなくなった趣味の道具や子供用品などなど、処分に困っていた粗大ゴミも女性の手で簡単に解体完了。ゴミ袋で処分できるので家計にも嬉しいですね。その他にもお父さんの日曜大工に、お子様の工作、趣味やガーデニングにと、いろいろなシーンで大活躍。セット内容はマジックソー本体に、木も金属も楽々切れるハイカーボンスチール製糸のこ刃をなんと6本、段ボールを切るのに便利な平の小刃、レンガやタイルが切れるダイヤモンド刃、ハサミや包丁が研げるダイヤモンドシャープナーに、収納に便利なマグネット付きの専用ケースもお付けしたオールスターキットに、なんと糸のこ刃をもう2本、そして専用グローブまでお付けした発売1周年特別キット。お値段6980円、6980円でのご提供。買いたいですね。欲しいよね。ただし人気商品のため限定数は540セットとさせていただきます。お申し込みは通話料無料 0120-567-888 0120-567-888 まで。これが最後のご案内です。今すぐお電話ください。 CJ プライムショッピング。焦げ付き、こびりつきもぬるま湯を注ぐとほらほら、ぷかりぷかりと浮いちゃうんです。あとは空拭きするだけ。いかがですか？ご覧の通り。ほら、さらにそのままこのフライパンで薄焼き卵を作ってみても。いきますね。いかがですか？浮いた。どうですかこの威力。その名もつまり。